とりちゃんです。けんちゃんです。ゆいちゃんです。僕たちの遊びバー。今回はお中元会です。いや、いいじゃないですか。お中元で何か知ってますか？全然怖くないよ。とにかくお中元は、はい、まあ、いつもお世話になってる人にありがとうございますという気持ちを込めて、なるほど、渡すものなんですけど、うん、はい、まあ、我々はありがたいことで仕事でいろんなね、まあ、日本全国回ってると思うんで、うん、その仕事の時とかに見つけた美味しいグルメ、そう、お土産的なものを他の2人に食べてもらおうという企画でございます。なるほど、はい、これも開けていいですか？どうぞ、はい、お中元本当にいつもありがとうございます。まあ、いいね、いい回だね。もっと感謝しろよ。いや、ぶちのめしてやろう。感謝して。お前が、あ、ありがとうございます。今日だけは、今日だけは。いいですか、もしをね、こい、こいつの、お前はすごいの、松台まで登られる。すごい、なんか高そう。プレスバターサンド、俺いただいたもんで、あ、なるほど、これ美味しいなと思って。うわ、おしゃれ。食べていいんですか？うん、食べてくださいよ。うわ、この分厚さね、うん、外れない。じゃあいただきます。はい、うまいでしょ。中にしかもめっちゃシュガークリームが入ってる。これ美味しいね。これ美味しい。サクサク、まあ、なんかいいでしょ。美味しい。お中元にもいいし、お刺し入れとかね。あっ、これコーヒーとも合うね。確かに合う。美味しいね。はい、はい、僕からこれです。じゃあ僕からは、でか、まあ、僕からもちょっとこれ見えちゃってるんですけど、うん、四国で見つけた東京ラスク。四国の限定みたいな、うん、かもしんない。じゃあ、ゆうたら開けて。なんでそうなんだよ。お、すごいおしゃれ。アメリカの子供やろ。いきますよ。待って待って、何味か一応ヒントは四国。うどん、うどん味。はい、ラスク、うどん味ね。え、みかんとか。うわ、そっか。じゃあどうぞ。だーん、レモン、瀬戸内レモン。レモンは広島じゃないですか。そういうことじゃないんだよ。ちょっと広島県民としてそれ譲れないんですけど。レモン、うん、うわ、美味しそう。でもこれはね、美味しい。しかもめっちゃ量入ってるよ、これ。これシュガーラス系大好きやからね。うん、かわいそう。いただきます。ありがとうございます。美味しいっしょね。いただきます。ほんのりレモンの感じが、まあまあ、ベースはラスクだけど、そうそうそう、ほんのりレモン、しかもしつこくないレモンが、めっちゃ美味しい。これしかも後にちゃんと残るね、レモンがいい感じ。大人って感じ、いいよね。うん、まあ大人のお中元にめっちゃいいかも。あんまりレモンの主張が激しくないから、そう、だからいいんだよね。じゃあ最後僕行きましょうか。うん、なんかすごい一番わかんない。わかんない、多分知らないと思います。僕は宮崎です。マンゴー。違います。馬肉。いきますよ。だだーん、ごぼち。ごぼち、ごぼうのチップスです。へぇ、まあいろいろ味あるんですよ。まあプレーンが僕一番好きなんで、プレーンを食べてほしいです。ごぼち、お、感謝の気持ち言えよ。まずね、ちゃんとてめえがよ、いろいろ迷惑かけたやろ。感謝の気持ち言え。いつもありがとうございます。はい、どうぞ。ずっとそれを持っていけよ。食べたことあるの？ない。これは本当に食べて感動する。食べて。うまい。うまっ。あ、ね、このなんか食感と、食感いいな、うん、いいね。しかもさ、なんか料理にも使えそうだね。ちょっとなんかサラダの上とかに入れてもいいね。あ、これ美味しいね。これが何味ですか？これ肉の福島って感じ。茶はもう完全に触りから違う。スパイス味。あ、スパイスか。うまい。すごい食べるじゃん、ありがとう。あ、うまいね。うまい。あ、俺スパイスもしかも。マジ、僕プレーンが一番好き。おいしい。プレーンの食感もやな。うん、やっぱさ、なんかちょっと歯ごたえあるやついいよね。うん、これ全部俺ら共通点、歯ごたえあるからこれね。ああ、あ、大人やな、これ。これハイボールです。ハイボール、お酒のあてとかじゃない。ハイボールです。あ、でも俺やっぱ俺普通かもしれん。ね、プレーンが一番美味しいですよ。プレーンうまい。一周回って、あ、うまいわ。うん、なんかいい回だね。ね、どれが好きかやってやりません、せーので。ああ、これね、迷うな。自分の以外でお中元っていうイメージで考えた投票しよう。あ、オッケー。せーの、ドン。そうだね、お中元はまあ取れちゃうんだね。俺もこれやってんな。まあ自分の以外だね。みんなもね、おすすめのやつを教えていただいて。はい、僕と鳥越さんですね、ある作品でですね、9カ所もあるのでね。ああ、そうです。例えば北海道とか福岡とかのなんかあれば教えてほしいです。仲間外れのそれね。広島も行くから。うん、
おいで。まあ頑張って刀でも持ってもらってね。こっちはもう持っちゃってるんで。チャンネル登録&シェアよろしくお願いします。ミルキーウータンさん、なぎなた商談試験3級合格おめでとうございます。ゆうたろうからご褒美の一言です。ミルキーウータン、ほんまもう今だけやからな。だから今するな。確かに。